いよいよ11月16日から2026年の北中米ワールドカップ W 杯のアジア二次予選が始まる。どんな戦いを見せてくれるのか何点取ってくれるのか楽しみだ。楽しみだが本当に楽しみにしていいのだろうか。動画、天才的な革新、日本代表が仕掛けた史上最高のオフサイドトラップの瞬間日本が強いのは今年よく分かった。 去年苦戦したチームにも圧倒的な強さを見せて勝っている。監督が続投したというメリットを存分に発揮しており、このままの勢いで予選に突入できるのは頼もしい限りだ。アジアの戦いもラッキーパンチに気をつけるくらいで圧勝して突破してくれるのだろう。そうならないはずがない。そもそも初戦はフィファランク18位の日本に対して158くらいのミャンマー。 続くシリアは92位と、もしも負けたら大ニュースになりそうな相手なのだ。ちなみに、前回ミャンマーと対戦したのは2021年5月28日、アウェイ扱いながら千葉の福田電子アリーナで開催された試合だった。メンバーは当時所属のなかった浅野拓馬を除いて全員が海外組。ヨーロッパのシーズンが終わったばかりで招集しやすかったというのもあるだろうが、 容者のない戦いを見せて10対0と大差をつけた。予選の次の相手、タジキスタンは6月7日にパナソニックスタジアムスイタで対戦。そこでは積極的に国内組を起用し、J リーガーが10人起用されている。なお、その時点での日本の FIFA フフランクは28位、ミャンマーは139位、タジキスタンは121位、また当時のシリアは79位だった。つまり、 11月に対戦するミャンマーとシリアは2021年当時よりもランクを下げ、日本は逆に上げている。そういう現状で、果たして9月、10月と素晴らしいパフォーマンスを見せた日本代表のメンバーをそのまま招集しなければならないのか。しかも、10月は蒲田大地、道安律、三笘薫などが不在で怪我人も出たが、それでも選手をやりくりしながら勝っているのだ。